病原体の正体を知る老人コードトーカーと接触してくれ。マザーベースに蔓延する奇病を食い止めるんだ。端末からミッションを選択してくれ。了解。よし、じゃあ早速ミッション行っちゃおうかな。さあ、うちのスタッフの死を無駄にはできない。というわけで、次はコードトーカー、マザーベースに蔓延する疫病の治療法を知る老人コードトーカーと接触回収せよ。ターゲットのいる洋館を現地 PF が警備中のほか、周囲では未知の勢力も確認されていると。どんどん畳みかけてくるな。しかしやらざるを得ない。さてと、ゆっくりできないな。この洋館か、実は行ったことがあるんだけど、かなり複雑な感じだったな。ここは DD か。よし、じゃあバディ選択。さてと、ここは装備品は、まあ屋内にいる敵もスタンアームでバシッとやっつけられればいいから、その辺は気にしてないんだけど、どうやって接近するかだな。よし、俺はどうしよう、水場に行くからな。ウェットワークの方がいいのかもしれない。よし、じゃあこれで行こう。装備品はどうしようかな。他に必要なアイテムはないと思うけど、サポートウェポン、スリープグレネード、これは持って行ってみようか。最近だんだん敵の固まり具合が半端ないから。よし、どうしよう。ここはプライマリーウェポン、スタングレネードかショットガン、どっちがいいかな。やはりサプレッサーがあるアサルトライフルにしておくべきかな。よし、じゃあこれでいこう。ボス、コードトーカーという老人と接触してくれ。回収した情報班のスタッフによれば、老人はマザーベースに蔓延する疫病のその治療法さえも知っているという。彼は森を抜けた先、渓谷の奥にある洋館にいる。おそらくはサイファーの研究に関わる重要人物だ。この情報には多くの犠牲を払った。現地警備も尋常ではないようだ。あんたも気をつけてくれ。ターゲットをコードトーカーと接触し、治療法違反によってはマザーベースへ回収するんだ。よし、さてと、さっきスカルズっていうアルファベットが見えたんだよな。正体は不明、記憶も白紙だ。見る限り多数の護衛を従えているようだが、マザーベース内の感染を収束させるにはこの老人の知識が必要だ。老人か、一体何者なんだ。確か前に老人の話が一回出てきたよね。あれと同一人物か。さてと、ここは水場を突っ切っていくべきか。せっかくウェットワークを連れてきてるから、連れてきて来てきてるから。怪しい。もしかしたら今回は戦闘になるかもな。持ってるのがこのグレネードだけなんだよね。おっ、霧だ。嫌な予感がする。全くだね。これは装備品を切り替えた方がいいか。まあしょうがない、いざとなったら隠れながら進むしかない。あー、なんか来ちゃったっぽい。おーっと、まさかのステルスだとと思ったら、なんだそのアングル、気になる。ポロンポロンしよるけど、うわー怖えー。いや、こいつら絶対強い。なんで彼女だけ、彼女と言っていいのか。天狗部隊を思い出すな。何それ、それもステルスだの。このゲームのことだから物質転送とかやりかねないんだよ。スカルズだ。
まあだろうとは思ってたけど、うわぁ、張っていくしかない。トビウオのように。この場合はどうなの、歩いてこうやって行くべき、こっちの方が早いのか、それ気になる。試したことなかったな今まで。滝だ。さてこれはもしかしてここをこうやって行かないといけないのでは。あ、しかしうちの、待って、クラックポイントがないよな。一回行ったことあるからゲンちゃん調べてやるんだけど。あるじゃん。あれ、なんで情報に入ってないの。よし、こっち、ここか。うん、やっぱりクラックポイント出てないんで、一回登らなきゃいけないのかな。そんなことないとは思うけど。DD がいるとはいえ敵がいないとも限らないからな。何にせよ今は戦える武器を持ってないから見つかったらアウトだな。いざとなったらアクティブデコイを投げて気を引いてる間に逃げるしかないから。映画だったらなんとかやり過ごしたぞと思った瞬間に上に敵がなんてことはあるけど。え、ここ行けないの。落っこちたら一巻のおしまいだが。危な。どうする、この裏道を行くべきか、こっちで行くべきか。いや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 、お、飛べるの、本当に本当にそれ。いやいやいや、これ無理でしょ。スネークの身体能力がいかにすごいからって。ここは安全な方で行こうかな。どこに敵を感知した。敵を追ってきてるのか。うん、関係ないか。ここならいけそうだが。ディリー、ディリーはこれない。むしろ犬の方が飛べそうなイメージもあるけど。お、いつの間に。うん、ここは情報班が頼りにならないから DD の花が命綱。
こっちの方から行けるかと思ったけど、そうではないの。崖を飛び越えた意味がなくなってしまうかな。ここから向こう側に戻れってことか。お、行けないかな、さすがに。ああ、しょうがない。なんか今、変な声聞こえなかった。やばいな、幻聴が聞こえ始めたぞ。なんか、スカルズが出てくるとなんかホラーゲームっぽい雰囲気になるんだよね。スナイパーの気配は消えたか。諦めたのか。ともかく館に向かってくれ。諦めるなんてことあるのか。プライベートオース、ゼロリスクセキュリティだ。ターゲットを警護しているようだな。普通の人間が出てくるから。ターゲットの居場所を知っているかもしれん。なんか一安心。さて、ここを渡らなきゃいけない。警備員がここにいないってことはまずありえないと思うけど、ゲーム的にありえるのか。うん、なんとかスカルズはやり過ごしたかな。目的の館は近い。ターゲットコードトーカーはそこにいる。うん、さすがに回収してる余裕はないかな。屋内だと回収するのに手間取るし。さてと、わいっぱいいるな。しかし、なんとか館の中に入ればスタンアームで一網打尽が可能かな。どういうルートで行く。ここを渡ってしまっていいものか。あの館には一度きりしか行ってないから、この辺よく覚えてないんだよな。さて、この辺りからはウェットワークの効果が大してなくなるから、草場に隠れてても結構見つかるんだよね。うわー、めちゃくちゃいっぱいいるやん。敵が消えたりすると困るんだよな。さて、あいつ、俺は排除するべきか。敵に警戒されたら厄介だな。あら、降りてくるのか。Terloops, hulle het begin om tanks na al die buiterposte te stuur. Daai wat in Libanon gebruik. Ja, en die Sowjetse tanks opgedoen. Net onder die TT-77 vir die hand. Monkey model ってなんだ。よし、射程に入った。意外と近いな。これだけ巻き込めば十分でしょ。あ、寝ちゃった。いや、寝たやつも確かスタンさせられたっけな。よし、ドカン。敵も戦車なんで配備しないで、このスタンアームを研究すればいいのに。ロシア軍最強やで。逆情報を更新した。お、入り口は複数。どこから潜入する、ボス。今はどこからでも行けるような感じだが、さてどうしよっかな。敵に見つかった時に困るからな。スタンアームの効果結構長いけど、しょうがない、やってくか。仲間はどこだ。ターゲットの位置は分かった。
何としても回収してくれ。あいよ。仲間はどこだ。開発資料だと。受け取った。あとは任せろ。ちょっといくらでも近すぎる。おっと、足を滑らせて落っこちたら笑い話にもなりゃしないってやつかな。よし、さあで潜入だ。待てよ、潜入すると何かあるかもしれないけど、やるしかね。アナリシスコンプリート、アナリシスコンプリート。ペオリシャメルな。仲間はどこだ。The map has been updated. モリ喋るんだ。仲間は。モリトゥル。うん、結構音が響くな。The map has been updated. ん、サプレッサー。なんだこの中途半端な位置にいるやつは。階段の途中か。あら、うん、仲間はどこだ。喋るんだ。仲間は。The map has been updated.さてと、残るは一体か。ああ、どんどん、なんだっけ、疫病でエンディミック。無理、遊び仲間は。急がないと。You have arrived at your destination. OK。だいぶボロボロだな。Analysis complete. Outpost captured. The map has been updated. さてと、老人はどこにいるのかな。なんだ、結構近かったな。わざわざ遠回りをしてくることもなかった。さて、ターゲットの場所。回収する。了解だ。わからん。どれだ。ターゲット。ここ。あ、地下か。なるほど。さて、どうやって行くのかな。まさか滝壺から行くってわけじゃあるまい。さて、狭い部屋だ。屋内だと結構視界が妨げられるから、これ見てる人は酔わないように気をつけて、なるべくゆっくり視点回すつもりだけど。警備の連中全く気づいていないぞ。いやいやいや、この先も頼む。え、この先にも敵がいるっていうフラグ。それ何、ここ怪しすぎるんだけど。
別のゲームが始まったんじゃない？さて、まあ行くか。お、イベント。誰もいないな。DD 頼んだぞ。誰だよこんなにろうそくつけてるのは。おお、なんだ。いや、ごめんなさい、つけといてください。今は DD だけが癒しだ。待っていたぞヘビ。いや、鬼か。何の演出だよ。おお、そいつか。コードトーカーだ。ああ、見覚えはあるか。仲間がやられてる。治療法は。喋るな。死ぬぞ。どういう。お前の喉にも住みうる。まずは口をつぐめ、手遅れになる。座れ。なるほど。発生する言葉で何か。喋っているのは生体中。それはその妖精だ。喉へ入り込み、生体に取り付いて一体化する。生体に擬態していると言っても構わん。生体との見分けはつかん。彼らは成長し、つがう。つがいは特定の音を検知し続けることで交尾する。生まれた大量の妖精は宿主の肺を食い尽くし、木に至らしめる。特定の音とは。言葉だ。彼らは特定の言語を話す者だけを殺す。言語は一つではない。お前たちの虫が何語に反応するかは分からん。いずれにせよ、産卵を防ぐためには喋らぬことだ。末、虫が嫌う構想を報じてある。ああ、なるほど。生態に擬態する寄生虫。虫が嫌う構想で。よし、これで虫は耳を浪した。だが効果は一時のものだ。話せ。へえ、さすが。治療法はあるのか。症状が出たらすでに幼虫たちは宿主の肺胞に巣くっている。そうなれば助けることはできない。だが発症を抑え、感染をも食い止める方法はある。力を貸してくれ。私は望まぬ研究を。あの男に封印した虫たちを奪われ。スカルフェイス。ヴィラガーナの国家に力が及ぶ男だ。逆らえなかった。ディネの運命が握られている。だがお前の訪問も精霊の導きかもしれん。我が子供たちが世界の調和を乱しているなら、その円環を閉じなければ。なるほど、やはり研究者だったか。だがその老体にフルトン回収は危険だ。コードトーカーをヘリに乗せ帰還してくれ。あの男は歩くことしかできないの。この虫は勇士
去って敵地へと放てば、その言語を使う民族だけが死滅する。すなわち民族浄化中なのだ。民族浄化中、スカルフェイスの狙いはそれか。ウソやバディアブルもそのためだ。バセ、奴は英語以外をこの世から消し去るつもりだ。皮肉なことだ。虫たちによって与えられた言語が虫たちによって奪われる。そもそも人が喋れるようになったのは彼らのおかげだ。マジで。おっ、ミッションインフォ、エネミープレゼントディテクティッド、マップハスビンアップデート。これは何と言えばいいんだろう。スカルズなのか。やれるか。コードトーカーをヘリに乗せ帰還してくれ。お、ちゃんと反応するな。これはどっちかっていうとスタンアームをぶっ放した方がいいか。足に打ったけど効いてないな。頭に打たないと効かないのか。何としてもターゲットを連れ帰ってくれ。サーバーベースのみんなが効かねえだと。さて、ここはどこだ。素直に言えばここから出ていくべきだ。とてもじゃないけどあそこからはいけないな。おいおい、多くね。あらかじめ排除するべきか。ここ行かなきゃいけないのか。さてと、スタンアームが効かないっていうのが一番辛いな。発砲塞がりか。スタングレネード効くかな。これが敵から発見状態になるのかちょっとわからないけど。当たらねえ。撃ちづれえなこれなあ。ごめんなおっちゃん。なんとしても連れ帰らないと。
結構デコイが効いてくれてる。いや、ちょっとまずいかな。ここはやはりスモークグレネード。おっとっとっと、よし、さてと、外に出られたのはいいんだけど。ここか、遠いな。びっくりした。なんだこの布切れかと思ったけど、ただの木か。やばい、アクティブデコイがめっちゃ役に立ってる。立ってるのかな。まだまだいるのか。苦物状態にされている敵はこっちを発見状態にして襲ってくるのかな。念には念を入れるべきかもしれんか。ここはちょっと辛いな。お、なんだ。実験の犠牲者だ。私の見えぬところで奴らは人に虫を植え付けていた。それを知っていたとしても私には何もできなかった。消息が途絶えていた情報班のスタッフもその土の下に。くそ、仇は討つぞ。ああ。アナリシスコンプリート。だいぶ敵が多いな。見えねえ。ちょっと多くない？スタングレードでなんとかなるか。いや、場所を教えるようなものか。ここは念を込めて。そうきたか。ターゲットを置いてどこへ行く？ちょっとごめんなさい、なんかうまく投げられなくて。あ、よし。やつらの気を引いてる間に逃げよう。結構近い。何か見えるんですけど。アナリシスコンプリート。
重なってて見えない。あーこれは大変だな。スリープグレード、これは効くかな。敵はなんか逃げる気配がないから。お、あら、ノーダメージだと。あいつら呼吸をしてないのか。あーめんどくさい。お、と思ったらあれ、なんか急に効いたぞ。もしかして瞬間的には眠らないのかな。いる。これはどうだ。やるべきか。発見される可能性も高いけど。くそ、ここへ来てスカウトはターゲットを狙撃されるとまずい。気をつけろ。分かってるけど。裏を回っていくか。登れない。あれを排除しなきゃいけないの。あ、登れた。意外と頑張ればいける。ちょっと敵多くない。物音を立てたらまずいよな。なんとかアクティブデコイで宙を引けないかな。ああヘルメットが。顔に当たっても、あ、顔っていうか体に当たってもダメなのか。ぬ、こいつフルフェイスか。一応なんか出るけど。くそ、撃ちづらい。分かってるよ。必ず連れ帰るんだ。音に敏感だな、おい。よしよし。そうじゃない。レーザーサイトは見えるんだ。おいおい、こっち大丈夫か。ズサーとか言ってゲームオーバーなんてなったらシャレにならんのだな。オーケー。さてと、もうちょっとだ。いや、なかなかジリジリする戦いだった。
とか言って油断してるとひどい目に遭うかも。こちら P コード、まもなくランディングゾーンに到着する。こちら P コード、ランディングゾーンに到着。うん、仕掛けるものは仕掛けていく。よし、乗ってくれ。はいよ。上昇開始。なんとかできたか。最高だ。ああ。何なんだ。いや、結構気づかれしたな。コードトーカーをダメージ受けさせずに回収。なるほど。あれはどうだったんだろうな。対スカルズ、苦物状態の相手に対しては、今までは普通に攻撃してたから、今回みたいなプレイは初めてだったけど、体に当たっても眠りはしないけど、頭に当てれば眠ってくれるんだね。あとはスリープグレネード、あれが、なんていうかな。遅効性？いや、蓄積していくのかな？ああいうタイプだとはちょっと知らなかった。ボス、行方不明になっていた情報班2名だが、あんたのいたルフア渓谷で遺体が確認された。予想されていた結果ではあるが、うん、残念だ。だが、この犠牲を無駄にはしない。まずはダイヤモンドドッグスのエピデミックを止める。その老人、コードトーカーだけが頼りだ。いやー、ようやく老人を連れ帰れたけど。お、エンブレムパーツ。教えてくれ、どう感染を防ぐ。この中にある微生物を隠しておいた。生体中に感染し、オスをメス化する。つがいは子を残せなくなる。いわば寄生虫につく寄生虫。ただし、影響は生態中にとどまらない。宿主にも同様に及ぶ。感染防止と引き換えに、お前も仲間も子供を作れなくなるということだ。言葉を取り返すには、その覚悟がいる。待って、オスをメス化するって言ったよね。まさか。奇妙な兵士たちもあんたの子供たちを。生態中とは異なる別の虫だ。なんだ、いろいろ虫使ってんの。追い尽くすものと呼んでいる。ああ。虫が皮膚の代わりを務め、養分と引き換えに力を宿主に与える。だが。彼らに虫を宿したのは私ではない。あの男に違いない。私の研究を奪ったのは。奴らの車を見たか。例のイエローケーキ。その車列を押さえたことがある。罪には鉱石か何か。その罪にメタリックアーキナは。お、前方に雲。来たか。そこで引くんかいって感じだったけど。無事か。今のところザーベースを蝕んだ生態中、それはすなわちスカルフェイスの意にそぐわない民族を沈黙させるための民族浄化中だった。ああ。奴にその力を握らせてはならない。至急ミッションを確認、遂行してくれ。しかし英語を使う人はいっぱいいるけど、英語圏以外の民族を消し去ってどうするつもりなんだろうな。まあ、スカルフェイスやることなすことがちょっとよくわかんないけど。いやー、にしてもあのコードトーカー、コードトーカーさんどこ今いる？横にはいないけど、
あの人出るゲーム間違えてないかっていうぐらいバイオハザードめいてるんだけど。なるほどね。ミッション何が追加された？ドクロ部隊スカルズの急襲を退け、コードトーカーとともに帰還せよ。周辺は特殊な霧で覆われている。スカルズを排除して霧を晴らせ。空中戦か。いや、これを見る限り地上に降りるのかな。うん、なるほど。いやー大変だった。とりあえず今は一息つこうかな。いやー、しかしまさか生体に寄生する寄生虫、そしてそれをなんか毒を持って毒を制すみたいな話になってたよね。しかもログは残ってるのかな。会話、おう、あれ、うん、ないな。やはりムービーシーンの会話は入ってないのかな。そうみたいだね。いやー、しかしオスをメス化するとか言ってたけど、子供が作れなくなるだけだったらともかく、うちのマザーベーススタッフのみんなが女になったりしたらどうする。水鉄砲浴びせまくりだな。そんなことは関係ないか。はい、というわけで一旦ここで休憩入れて、どうしようかな、またすぐやるか。でもやらなきゃ感染止まらないよね。いやー大変だ。よし、じゃあ一旦ここで休憩入れとこう。